はいどうも、キムちゃんです。今日はね、もう最近あった、くそどうでもいい話をめっちゃ楽しそうに話します。ちょ、聞いてよ、聞いてよ。もう最近さ、深夜の0時ぐらいに、まあ、家の近く散歩してたんだよ。で、散歩して、道でタッ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 タって歩いてて、で、ちょ、っと横見たら猫がいたんだよ。で、あ、あ、猫か、と思ってスルーしたんだけど、最初は。で、猫、か、と思ったとう <laughs> なんでこんなところに猫がいるのと思って、おぉつって、ビビっちゃって。<laughs> で、そのビビった俺の様子を猫が見て、猫も、おぉってなっちゃって。で、猫、猫も、走って逃げてっちゃったんで、俺のこういう顔を見て。っていうのが最近あった話。<laughs> 以上です。<laughs>